どうも、こんばんは、つばさです。え、でて、住友生命保険の膨大な給料について話します。住友生命の平均年収は1,201万円と言われてますね。はい。お茶が年度別平均年収です。で住友生命とは、住友グループに属する生命保険会社です。1907年創業ということもあり、大変長い歴史を持つ会社として知られています。保険といえば、この企業をなお思い浮かべる人も多く、 業界内での知名度も極めて高いと言えるでしょうということですね。まあ、そのブランドイメージはこの企業の最大の強みと言える。ですね所在地が大阪市中央区白見1丁目4番35号ですね。こちらが年齢別平均年収ですね。20代が330万円から920万円ほど。30代が1060万円から1100万円ほど。40代が1230万円から1380万円ほど。 50代が1480万円ほど、60代が900万円ほどとなっております。今ね、Twitter やってますので、チャンネルホーム概要欄に URL あってますので、よければそちらからフォローをお待ちしております。では、終わります。